エアスター・フースバルーンとシュポルト・フェア・イン・マインズ、ヌルフィンフは、ドイツ・ライン・ラン・トップ・ファルツ州、マインズに、本拠地を置く、サッカークラブ。創設は1905年。長らくブンデスリーは2部に属していたが、2001年に、クラブ OB のユルゲン・クロップが監督に就任した、あとは、急速に力をつけ始め、2シーズン連続で一部昇格を争うほどになる。 2004から05シーズンには創立から100年目にして初のブンデスリーガ一部昇格を果たしシーズン最終順位は11位で一部残留も決める。またこのシーズン終了後には UEFA フェアプレー賞をドイツのクラブ代表として受賞しこれによってクラブ史上初の UEFA カップ出場権も獲得した。ブンデスリーガでも稀なほどの遅咲きなクラブであるが 代表クラスのメンバーもほとんど所属しない中で、クロップ監督が選手たちをうまくオーガナイズ。一部でもその総力を土台にした組織サッカーが存在感を発揮しつつあったが、2006から07シーズンは16位に終わり4シーズンぶりの二部降格が決定。留任が決まっていたクロップ監督のもと、一部への帰り咲きを目指したが、4位と昇格を逃した。 2008から09シーズンは、ヨルン・アンデルソン監督のもとで2部2位となり、2年ぶりの一部復帰となった。しかし一部復帰した途端に、アンデルソン監督は傲慢になり、合宿でゴルフに興じたりの問題行動を連発。これにより、開幕直前に電撃解任される。前期、マインツ u 19を、ドイツ全国大会で優勝へ導いた36歳の、 トーマス・トゥヘルが急遽トップ監督に引き上げられた。2010から11シーズンは開幕7連勝し、一時はリーグ首位に立った。シーズン終了後は過去最高の5位となり、2011から 12UEFA ヨーロッパリーグ出場を決めた。2011から12シーズンより2011年6月に新設されたコハス・アレーナへ本拠地を移転した。なお、 全本拠地のブルヒベイク・スタディオンは収容人数2300のうち11600が座席付き、残り8700が立ち見席となっていた。また、ブルヒベイク・スタディオンの屋根にはソーラーパネルが取り付けられ、シャープの CM で紹介されたことがある。2013から2014シーズンを7位で終えたが、2014年5月11日、クリスティアン・ハイデル SD より、 トーマス・トゥヘルの契約期間を1年残し事実上の辞任が発表された。後任にはカスパー・ヒュルマンドがついた。2015年2月17日朝、成績低迷によりカスパー・ヒュルマンド監督の解任を発表した。後任にはマルティン・シュミットがつく旨も同時に発表された。2018年夏にアブドゥ・ディアロ、ムト義ヨシノリ、スアト・セルナル等を放出し、 得た資金をもとにジャン・フィリップ・マテタ、クンデ・マロング、ムサニ・アカテ、アーロン・マルティンを獲得。ナシナシゼントナー、27バック34シンジュステ、四ニアカテ19マルティンサンフェルナンデス20マ、ロング14エイズ・トゥナリ八ボエチウス五オニシ二21クアイソン7中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、 星印は EU 圏外選手を示す。1選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。1選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。